東淀川、水田、岸辺、千里丘、茨城、摂津富田、終点高槻の順に止まります。この電車の前から3両目、女性専用の案内表示のある車両は終日女性専用車両です。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。車内での携帯電話のご使用についてお願いいたします。優先座席とその付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮くださいますよう皆様のご協力をお願いいたします。車掌は山脇です。終点高槻までご案内いたします。次は新大阪、新大阪です。地下鉄線はお乗り換えです。ドアから手を離してお待ちください。